ガントクは、インドのシッキム州の州都である。人口2万9千人。標高1780メートルの高地に位置する。近郊にて、世界第三の広報、カンチェンジュンガを望むことができる。かつてのシッキム王国の首都である。ガントクロープウェイガントクとシリグリを結ぶ、国道31英語線に沿って、ティースタ川が流れている。夜の国道31英語線タクシーは、 ガン市内で最も広く利用されている。住民のほとんどは町の中心部から数キロ以内に居住しており、多くの人々はオートバイや自動車を所有している。ガンでの自動車総数の98%は自家用車とタクシーであり、これはインドの他の都市と比較すると高い割合である。市内のバスは自動車の1%未満である。長距離の移動を行う場合には、 公共タクシーの一種である愛乗りのジープがよく利用される。急な坂道が多いため、四輪駆動車が利用されている。三つの停留所が存在するロープウェイがあり、ガ徳近郊で運行されている。なお座席は存在していない。ガ徳は国道31栄光線で1 1 4トル先の西ベンガル州シリグリと結ばれている。また、 近隣の都市圏であるダージリン、カリンポンとも国道で結ばれている。定期的なバスなどが走行し、これらの都市間を移動することができる。インド国鉄の最も近い鉄道駅は、シリグリのニュージャルパイグリーで、ガントクからは124キロメートル離れている。後期の鉄道を、西ベンガル州セボークから、シッキム州ラングポーまで建設中であり、ガントクまでの延伸も計画されている。 最も近い空港は、シリグリのバックドグラ空港である。2018年現在ト徳にパキョン空港を整備中である。東空港からデリー、コルカタ、グワーハーテへの路線が計画されている。ありがとうございます。